1は逆物語カンカン島。私と連れで好奇心ゆえに無断で軍艦島に探索に行った。私は当時のまま時が止まっている軍艦島に感動した。存分に探索した後、昼間のうちに帰ることになった。ボートに向かっている間、連れが何度も後ろを確認している様子だった。いや、何かいるような気がして。とんでもない、来ているのは私たちだけなのだ。ボートまであと少しという時に私は携帯がないことに気づいた。さっき転んだ時落としてしまったのだと思い、連れをここで待たせ取りに行くことにした。幸い50メートルほど戻ったところで携帯はすぐ見つかった。連れのところに戻る間、ふと何かの視線を感じたが意識しないようにした。その日無事私たちは家に帰った。二日後私は写真の現像した写真を見て驚愕した。それは心霊写真と言えるのか、なぜなら中年の汚い男が、はっきりと写っていたのだから。ビルの陰に隠れながらじっと私たちを見ている。心霊と違いぼやけず写っていることが不気味だ。私は何か思い当たる説があり、軍艦島関係の記事をネットで見てみた。膨大な量に諦めかけていた時、それはあった。30年も前の記事。少年5人軍艦島に1人行方不明。少年の捜索難航未だ見つからず。まさかと思いながらも写真を破り捨てた。30年間もあんな孤島で生きていけるはずがない。一体何者なのだろうか。